He has blessed you. Not only do you have faith in Christ, but you suffer for him. He has blessed you. Not only do you have faith in Christ, but you suffer for him. つまり、あなた方はキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。まあ、クリスチャンになるとですね、ハッピーになりますね。幸せになります。すごく、解放されて、癒されて、クリスチャンになると幸せになります。しかし、それだけではなく、苦しみもある。普通の苦しみではないんですが、ルータ、ユさん、おはようございます。今日は、曇っているかな？ちょっと曇ってますね。ちょっと、今日は寒くてですね、真冬のコートを着ておりますね。真冬のコート着ております。はい、こういう空ですね。こういう、まあ、少し雲がありますが、はい、それではですね、今日はちょっと違うところに行きましょうね。寒くてね、こう本当にこのコート着ております。まあ台風25号が来ています。24号とちょっとコースは違うようですが。台風25号が来てます。またその25号の影響で寒いんだと思うんですが、台風がですね、まあ、扇風機の役目をしております。扇風機の役目で、吸い込む扇風機ですね。ですから台風が南にあると、日本はですね北風になります。台風は暑くなる。そうですね。台風が来ると暑くなりますが、南の方にある場合には涼しくなるんですね。台風が通過すると暑くなりますね。そして、一昨日もちょっと言いましたが、台風は、台風の目がありますね。そこにこう穴が開くわけですね。で、台風はですね、こう風が地上から上空の方に、まあ、行くわけですが、まさにですね、天に窓が開くという、おとといですね、天に窓が開くという話をしました。今は天に窓が開いて、私たちは今祈りが、これちょっと座りましょうか。私たちはですね、今祈りがですね聞かれる時だと、デビット・テイラーがですね、イエス様がデビット・テイラーに会って、今は特別な時で、天が開かれているので祈んなさいと、全ての信者にそれを伝えなさいというふうにメッセージがありました。それはおとといのことですね。ですから皆さん、ぜひ今は、天の窓が開いています。ぜひ皆さん祈りましょう。そして、1日はですね、台風24号が、通過しましたので、まさに東京はですね、台風の目の中に入ったかどうか分かりませんが、台風の目で、天の
天の窓が開いているような、そういう状況で、まさに、祈る時ではないかなと思います。ぜひ皆さん、おはようございます。いつもより多くお祈りしてます。今特別に、祈るといいと思います。YouTube 音がない。ああ、ごめんなさい。申し訳ない。本当。YouTube 音がない。ちょっとごめんなさい。戻りましょうか。ごめんなさい。ちょっとですね、YouTube 音がないという。なかなかトラブルがたくさんありますね。申し訳ありません。入閣した片山さつきさんはクリスチャンだそうです。わあ、本当そうですか。一部大丈夫？徹子さん、どっち？ YouTube 大丈夫？どっちなんだろう、わかんない。まあ、じゃあ仕方ない。どっちが本当かわからない。まあ本当に生主はコメントに振り回されますね。生主はコメントに振り回されます。人々はですね、世の中のいろんな情報に振り回されます。ですから私たちはですね、世の中の情報をすぐ信じてはいけません。世の中の情報をすぐ信じないで。私たちは、確かな情報だけを聞きましょう。ね。確かな情報だけを聞きましょう。私たちは嘘の情報、間違った情報にですね、まあ、振り回されないようにしましょう。本当に世の中は、まあ、嘘だらけと言ってもいいです。世の中は嘘だらけ、まあ、そういう意味ではこの天国放送はですね、まあ、100% 正しいわけではありません。本庄教授はカトリックの信徒で、あ、本当、本庄さんもカトリックのクリスチャン。わお。なんか意外とクリスチャン多いですね。意外とクリスチャンが多い。でもまあ、コメントが正しいとは限らないから、皆さん、コメントが嘘の場合もありますので、ぜひ、気をつけてください。私もですね、一応、確かめた情報としてコメントを読んでるわけではありません。とりあえずコメント読みますけど、様子べ音ない。ああ、やっぱり節子さん、そうですか、ごめんなさい。じゃあ、そうですね、まあ、ちょっと今日は申し訳ないですね。様子べ、また録画し直します。やっぱり音がなかった。最初の情報が正しかったようですね。申し訳ない。どうもね、なかなか、まあ私の不注意ですけれども、確認するべきでしたけれども、はい。ぜひ皆さん、この、天国放送を通してね、天国放送を通して、世の中の情報はですね、信仰は土台じゃありません、ね、世の中の情報は信仰の土台ではありません。ですから皆さん、イエス・キリストを土台とした、ね、もうベンチがたくさんありますから、このベンチは危ないですね。このベンチはちょっとなんか音がしました。イエス・キリストの言葉を、イエス・キリストの言葉を皆さん土台として、ちょっとここの花をお見せしたい。これは何でしたっけ、すぐ忘れちゃう。なんていう花だったかな。不要だったかな。不要、いいですね。不要、
不要ですね。これは何だったかな。これはあの、おしろい花、おしろい花じゃないかなと思います。おしろい花。不要切れですね、不要。で、今日のあれですね、あそこに桜があったんですけどね、桜の木切っちゃったですね、ねえ、これ17年ぐらいでしょうね。ここに穴開いてますね。年輪を数えればわかるんですけどね、何十年、100年は行ってないと思うんですけど、ちょっとこう座りましょうかね。おいしょ。ちょっと、切り株に座ってですね、まあ切り株、切り株放送、切り株放送と言いましょうか。じゃあちょっとですね、今日の御言葉はちょっと大事ですから、ちょっと、読みますからね。ですね、ちょっとピリピの手紙一章ですね、27からちょっと読みたいと思います。ただあなた方はキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そして私が行ってあなた方に会うにしても離れているにしても、あなた方が一つの霊によって固く立ち、一つの心になって福音の信仰のために力を合わせて戦い、かつ何事についても敵対する者どもに狼狽させないでいる様子を出てほしい。このこと彼らに滅びの印、あなた方には救いの印である。それは神から来るのである。あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しみをも賜っている。あなた方は先に私について見、今また私について聞いているのと同じ苦闘を続けているのである。ここにですね、こういうことはカララ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 ラの印、あなた方には救いの印となりますね。それはどういうことかというと、彼らによってクリスチャンが苦しめられると、クリスチャンがイエス・キリストに会って救われるだけではなく苦しめられる、その苦しみがキリストにある苦しみが、苦しみになる、キリストにある苦しみが救いの印、救いの印ということですね。ですから今日のタイトルはそこです。今日のタイトル、私たちは信仰によって救われますが、信仰によって救われますが、しかし私たちは脅される、私たちは、イエス・キリストのゆえに苦しめられる、脅される。で、クリスチャンを脅すこと、クリスチャンを脅すこと、それが彼らの滅びの印、ね、つまり悪コメはですね、悪コメは脅しの印という、脅しの印じゃないや、滅びの印ということですね。悪コメが滅びの印で、そして、脅されること、脅されることは救いの印ということになります。兄弟姉妹の皆さん、私たちはいろいろ誹謗中傷されます、誹謗中傷されますし、悪口を言われます、脅されます。しかし皆さん喜んでください。イエス様がおっしゃいました、私の名のゆえに悪口雑言言われるときには喜びなさい、喜びを踊りなさい、手において
報いがある。天において報いがある。そうです。天において報いがあります。ぜひ皆さん、喜んでください。私たちには、イエス様によって苦しめられることに報いがありますね。報いがあります。はい。ここまだですね。登れますね。はい。ちょっと久しぶりですが、ちょっとやっぱり、いい天気ではないですけど、まあ、今日は蚊がいないといいですけどね。ここはちょっと蚊が多いとこ。蚊が多いとこですね。この木にちょっと寄りかかってですね、はい、座れるかな、はあ、ちょっと座ってるのかどうか分かりませんが、はい、クリスチャンはですね、いろいろ悪口言われます。いろいろ攻撃されます。しかしそれは救われてることの救われることの、救い、しだということですね。救いの印だということですね。ぜひ皆さん、イエスキリストを信じて、家族から迫害を受けたり、周りから迫害されることが増えます。しかしそれは救いの印ということです。私たちはイエス・キリストの名によって苦しみを受けることをに値するものとして喜びなさい。私たちはイエス様の名によって苦しむことに値するものにされたことを喜ぶ。ぜひ皆さん、そういう真理を知りましょう。真理を知りましょう。私たちは、あ、蚊が来た。蚊が、いや、蚊がたくさんいそう、やっぱり。蚊がたくさんいそうですね。まあ、来てすぐじゃないんですよね。来てしばらくすると蚊が来るという。はい。あまり長くいられそうもないですね。血の切り株の方がいいですね。イエス様も愛で患難に勝ちました。私もイエス様と共に。アメン。アメン。ですから多くの人は恐れてね、迫害を恐れて伝道をやめちゃったり、迫害を恐れてイエス様を述べ伝えなくなります。でも兄弟姉妹の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、伝道というのは、ね、伝道というのは迫害の中で述べ伝えることです。脅されます。悪口を言われます。しかしそれにひるまないでイエス様を告白し、イエス様の名前を崇めます。私たちの証はそこにあるのです。2000年のキリスト教の伝道はまさに迫害の中で伝道してきた歴史です。皆さんもご存知のように、鎖国の時は、隠れキリシタンは、踏むように言われたけども踏まないで殺されてきた歴史があります。日本は世界に類のないほど迫害が、大きかったんです。日本のキリスト教というのは世界に類のない迫害を受けました。徹底的な弾圧、徹底的な
弾圧を受けました。それにもかかわらず、多くのクリスチャンは信仰を捨てないで、信仰を守り通したクリスチャンがたくさんいました。日本はそういう意味で、誇る、そういうことを誇るべき、誇っていい国ではないでしょうか。迫害に耐えた日本、迫害に耐えた日本として、私たちは、その先輩のクリスチャンを、誇ろうではないでしょうか。肩だらけ。毛だらけじゃなくて肩だらけですね。結構肩だらけ。ですから皆さん、兄弟姉妹の皆さん、臆病にならないでください、ね、臆病にならないで、むしろ、ね、キリストにあって、キリストにあって、あ、蝶々、蝶々ウォッチングですね。意外と逃げないですね。蝶々ウォッチング、はい、それではそれではですね、明石タイム行きましょうね。イエス様を信じて迫害を受けるようになった。しかし、イエス様を信じて迫害を受けるようになったけども、イエス様を信じて、その迫害のゆえに、神様に感謝するようになった証し。クリスチャンになって、悪口を言われるようになったけど、しかしイエス・キリストの名によって苦しめられることを喜ぶようになった証し。スタートスタートスタート。スタート。蚊がついてくるんですよね。こうね、蚊というのはなんか体にくっついてきますね。またこの切り株気に入りましたね。この切り株気に入りました。どこでしょう。蚊がいる。蚊がいましたね。無職でも迫害を恐れなくていいんだと思った。無職でいいんだと思いました。日本の社会は地獄だと思います。イエス様、今日もいっぱい祈るよ。
アメン。イエス様いっぱい祈るよ。父、節子さん、偶像崇拝をやめてイエス様を信じるようになりました。アメン。この放送で本当の生きる意味を知りました。イエス様ありがとう。本当の生きる意味、本当の生きる意味を知りました。アメン。素晴らしい。韓国がだんだん好きになってきました。ヨシオが本当に愛されていることに気づいてほしい。イエス様に愛されています、放送楽しみにしています。ありがとうございます。僕も神様に救われたいです。アメン。信じれば救われます。信じればイエスキリストを信じれば救われるのです。イエス様の側になるのです。サタンの側ではなくイエス様の側になるのです。天のお父様の尊さを知り得ました、イエス様を信じたおかげで今日元気です。過去よりも今を強く生きようと思います。いつも家族で見てます。みんなで笑っています。コメント、重荷が消えました。あ、イエス様、兄弟姉妹愛せるようになりました。イエスキリストを信じて兄弟姉妹を愛せるようになりました。あそこにね、道路にああいう、座る椅子がある道って珍しいかもしれませんね。そういう道路に座る道があります。それはすごく珍しいと思いますね。ハロウィン楽しみです。ダメですよ、ハロウィンは。ハロウィンはお祝いしないでください。悪魔のお祭りです。悪魔のお祭りなので、ぜひ皆さん、ハロウィンはハロウィンはですね、お祝いしないでくださいね。それは良くないんですね。良くないんです。本当に皆さん、悪魔はいるんですよ。悪魔がいるんです。神様がいます。神様がいて悪魔がいるんです。多くの人はそういう霊的なことを信じませんが、その霊的なことを信じないことが悪魔の、なんていうんですかね、策略なんです、戦略なんです。悪魔はですね、人間が、物質主義になって、物質主義になって霊的なことを知らないようにする、霊的なことに盲目にすることが悪魔の戦略です。まあ、確かにそのオカルトみたいにですね、変な風に霊的な人もいますね。変な人も、変な風に霊的な人もいますが、
まあ、それは悪魔的に霊的なんですね、オカルト、ね、スピリチュアル、まあその世の中の宗教っていうのはみんなそういう悪魔的なものなんですね。悪魔的なもの、世の中の宗教はですね全部霊的に間違っています。ぜひ皆さん、世の中の宗教は変わらないでください。世の中の宗教は全部、悪魔のね嘘です。悪魔の嘘です。また物質主義も嘘です。物質主義もですねそれは悪魔の戦略ですね。ですからぜひ皆さん正しいのはイエス様だけです。イエスキリストだけが人間の誠の光、イエスキリストだけが救い主、イエスキリストだけが生ける神、この世界を作った神様、皆さんを作った神様、皆さんを愛していて皆さんのために死んでくださった神様、皆さんのために死んでくださった神様、イエス様だけが救いです。そのことを悟った人は幸せです。そしてそのイエス様の光によって真理が見えてくるんです。真理が見えてきます。真理がだん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 見えてきます。ぜひ皆さん、そういうですね、真の道を歩んでください。真理の道を歩むのです。そして、この悪魔が支配している世界の中でクリスチャンが信仰で歩むと、クリスチャンが信仰で歩むと迫害を受けるのは、道理にかなっています。世の中が悪なので、正しく生きるならば嫌がれるのは当たり前です。キリスト教はですね、まあ日本のメディアとか日本の政府から嫌われています。まあ江戸時代にですね、江戸時代に隠れキリシタンが、幕府から攻められた、霊的なことなんです。共産主義で、キリスト教が迫害されていることも、これは偶然ではなく、まさに霊的戦いなんです。イスラム教の世界で、人々がクリスチャンになると迫害を受けるのも、これは偶然ではなく霊的戦いなんです。メディアが、ね、マスメディアがですね、マスメディアがキリスト教を嫌うのも、これは偶然ではなく霊的戦いなんです。悪魔が、メディアを支配し、悪魔がメディアを支配し、キリスト教を嫌っているのです。皆さん、霊的な目で世界を見ると、いろいろ見えてくるわけですね。いろいろ見えてきます。ぜひ皆さん、そういう、霊的な目で見てみましょう。この世的な見方をしないでください。肉の見方をしないでください。不信仰の目で見ないでください。信仰の目で見ましょう。信仰の目で世界を見て、自分を見て、人の心を見ましょう。イエス様の教えが正しいか、この世が正しいか、皆さん分かりますよね。イエス様の教えが正しいか、この世の教えが正しいか、比べればすぐ分かるでしょう。比べればすぐどっちが正しいかが分かるでしょう。皆さん比べてください。比べてください。どっちが正しいですか？どっちが正しいですか？今日の放送を見て、むむむむ。イエス様の言ってることの方が正しそうだ。この世はやっぱり間違ってると思う。共産主義も間違ってるし、
イスラム教も間違ってるし、オカルトも間違ってるし、無神論も間違ってるし、やっぱりイエス様の教えが正しい、やっぱりイエス様の教えが一番、正しく見える、道理がかなってると思う、自分の考えよりも自分の考えよりもイエス様の考えが正しい、自分の考えよりも自分中心、自分中心だったけど自分よりもイエス様の方が正しい、自分よりもイエス様の方が正しい、自分を捨てて、自分を捨ててイエス様に従おう、自分を捨ててイエス様の教えに従おう、そう思う方はアメンと言ってください。そう思う方はアメン、自分の考えは良くない、自分の考え方は自己中で、自己中で良くない、エゴで良くない、そう自分中心の考え方を捨てて本当に正しい、神様中心、イエス様中心の生き方をしよう、この世と共に滅びたくない、この世と共に滅びたくない、イエスキリストにあって救われたい、イエスキリストにあって救われたいと、アメン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 。天のお父様、この世は暴虐に満ちている、義人はいない、義人はいない、この世は暴虐に満ちていると書かれています。私たちはこの世の罪によって苦しみます、この世の悪によって苦しみますが、私たちは心の灯台、心のオアシスを見つけました、心の居場所、安らぎ、それはイエス様の身元です。イエス様の身元だけが居場所です。イエス様の身元だけがオアシスです。命の水を飲むことができます。この世は、砂漠です。霊的な砂漠です、この世は霊的な砂漠です。しかしイエス様の身元が霊的なオアシスです。あなたの身元で休みます。あなたの身元で休みます。たとえ脅されてもあなたから離れません。たとえ迫害を受けてもあなたから離れません。あなたのそばが私たちの、私たちの正しい場所、私たちのいる場所です。どうぞアメンと言った方々がイエス様を信じて、イエス様を居場所とします。イエス様を砦、イエス様を酒どころ、イエス様を自分の家としますように、イエス様を自分の神の家としますように、どうぞアメンと言った方々を救ってください。アーメンと言った方々を救ってください。イエス様、どうぞイエス様、世界中のイスラム教の人たち、世界中の共産主義の人たち、世界中の、無神論者、無神論者、彼らを救ってください。彼らは悪魔に騙されています。悪魔に騙されて、悪魔に騙されて、間違った考え方、間違った価値観 をしています。リスナーも、多くのリスナーは間違って悪魔に騙されています。彼らが気がつきますように、ひらめきますように、イエス様の教えが真理だとひらめきますように、ひらめきますように、気づきますように、気づきますように、世界中の人がイエス様に出会いますように、出会いますように、出会いますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、ありがとうございました。明日のですね、明日の夜はですね、ちょっと集会に参加するので、遅れるか30分遅れるか休みにします。ごめんなさい。集会から帰ってきて、放送できるかどうかちょっと分かりません。ちょっと中途半端なアナウンスですけど、明日の夜、木曜日の夜ですね、30分遅れるか中止になります。申し訳ありません。そして明日の朝は YouTube だけですね。明日の朝は YouTube だけです。はい、それじゃあですね、夜8時お会いしましょう。シャローン、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 シャローン。
良い一日を、良い一日を。